はい、今回はバットマンの映画紹介で、紹介する作品はバットマンビギンズですね。ストーリーのね、ネタバレがありますので、視聴される際にはご注意くださいということで、まあストーリーのネタバレっていうのは主に渡辺謙さんの役割の点ですね。それでは行きましょう。バットマンビギンズということで、2005年に公開されたダークナイトトリロジーの一作目です。ダークナイトトリロジーっていうのは、本作とその後に制作されたダークナイト、ダークナイトライジングの3部作を指します。バットマン&ロビンから約8年後、クリストファー・ノーラン監督のもと設定も一新されて、実写版バットマンの映画が復活しました。本作では様々な敵との戦いのほか、ブルースがバットマンになるまでの過程が詳細に描かれていましたね。で、バットマンが登場するのは、だから映画が始まってから約1時間後って結構長いんですよ。バットマンで、ブルースがバットマンになるまでなんですけれども。で、バットマンの前はなんか強盗みたいなコスチュームでした。で、クライマックスにね、これモノレールが破壊されるなど、ド迫力のシーンがあるんですが、公開当時日本でね、ちょっと痛ましい列車事故があって、それに関する注意書きがあったのを今も覚えていますね。ちなみに最後にゴードンがバットマンにジョーカーのカードを見せた時がね、これそのリアルタイムでね、映画で見ていた時なんですけど、この映画で一番興奮した場面だったかもしれないですね。ジョーカーは、2作目のダークナイトで登場しています。次に、まあキャラクター紹介なんですが、まずはバットマンですね。ブルース・ウェインです。今回はクリスチャン・ベールが演じていますね。クリスチャン・ベールはね、このトリロジーの3部作全部、バットマンやってます。で、今回は恐怖を、敵の心に植え付けたいという考えから、自分が幼い頃に恐怖を感じていたコウモリをモチーフにしたスーツをまとい活動することになります。これがバットマンの誕生ですね。この時は小さい頃なんか穴がどっかに落ちちゃって、そこになんかちょっと怯えてるところにコウモリが飛んでいったっていう、そんな感じだったんですよ。で、他のシリーズ同様に幼い頃に両親を殺されているんですが、今回の犯人は以前の実写版とは違ってね、ジョーカーではないですね。まあ、チルという、まあ、なんというか犯罪者ですね。で、映画館で見た時はね、特に何も思わなかったんですが、幼なじみで検察官のレイチェルに軽蔑されながらも、真実を隠しながらバットマンとして奮闘するブルースの姿っていうのは、今見直すと心に来るものがあります。なお、今回もブルースをサポートする執事のアルフレッドやゴードンがね、登場するんですが、他にもモーガン・フリーマン演じるフォックスが科学部門担当としてバットマンをサポートしており、バットモービルをはじめ様々な武器を開発していました。で、今回のバットモービルはまさに戦車っぽい感じでしたね。で、最初ね、やっぱ自分ティム・バートン監督のあのバットモービルのイメージが強かったんで、違和感あったんですけど、まあ今は好きです。続いてファルコーニですね。まあ、地味なんですが、バットマンの敵としてちょいちょい登場しているんですよね。ゴッサムシティを裏から牛耳る権力者で、レイチェルの命も狙っていたんですが、バットマンの最初のターゲットとなり、あえなく御用となります。その後、ジョナサン・クレーンを脅迫するも幻覚剤を吹きかけられてしまい、発狂してしまいました。まあ、ジョナサン・クレーンは後で紹介します。次にスケアクローですね。さっき言ったジョナサン・クレーンなんですが、キリアン・マーフィーが演じていましたね。で、スケアクローは強力な幻覚剤を吹きかけ、ズタ袋のマスクをかぶった自分を見せることで悪夢のような幻覚を見せます。もともと精神科医なんですが、裏ではマフィアと通じていたり、人体実験をしたりと悪事を重ねており、さらには黒幕の指示のもと、ゴッサムシティに毒をまき散らそうとしていました。バットマンとの対戦では薬で幻覚を見せて苦しめた上に火だるまにして、一度は退けるんですが、2度目は逆に自分が幻覚剤を浴びてしまい、ラーザール・グールは黒幕であることを吐かされていました。街がラーザール・グールによってパニックが起きた際に、馬に乗って再び登場するも、今度はレイチェルのスタンガンによって撃退されてしまったんですよね。だからそんなに強くはないんですよ。だから幻覚剤がやばいんですけれども、ちなみにね、このスケアクローはね、ダークナイトトリロジーの3作全てに登場していますね。またバットマン&ロビンの後の続編も実は企画されていて、結局お蔵入りしてしまったんですが、その作品
ではスケアクロウが登場する予定だったみたいですね。まあ今言ったように結局ね、お蔵入りしてしまったんだけど、本作で晴れて登場することになりました。次にラーズ・アル・グールですね。こちら渡辺謙さんが演じていたんですが、まあ、影の同盟のリーダーで腐敗した世界の秩序と正義を維持することを目的に暗躍しています。ブルースは彼の下で修行を積んでいたんですが、覚悟の証として一人の人間を処刑することを強要すると、ブルースは悪との同化を拒み、これを拒否します。燃え盛るアジトの中、反旗を翻したブルースとの交戦中に、落ちてきた瓦礫の下敷きになり死亡してしまったんですよね。しかし、ブルースの修行をつけていたニーアム・リーソン演じる代理人が実はラーズ・アル・グール本人だったんですよ。つまり、まあ、その本作のラーズ・アル・グールはバットマンの死ということになります。というわけで、要は渡辺謙さんはね、影武者の役だったんですよね。だからそのラーズ・アル・グールの正体がそのニーアム・リーソンっていうことよりも、渡辺謙さんの扱いに衝撃を受けた記憶はありますね。結構その渡辺謙さんが出るっていうことはあらかじめ知っていたんで、それを楽しみにね、映画館見に行ってたってことがあったんで、確かなんかインタビューでそのことに聞かれた時になんか微妙な反応していったらしいんですけど、理由はこれにあったのかなとは思いますね。はい。で、まあ、腐敗した世界を正すための手始めとして、クレインを利用してゴッサムシティに毒を散布し、人々を抹殺しようとします。街を守ろうとするブルースと対立し激突するも、最後はバットマンとなったブルースとの戦いに敗れ、自身の計画も阻止されてしまったといった、こんな感じでね、時間は結構長いんですけど、なんていうかな、見直したらね、結構あっという間にね、見れちゃう結構面白い作品だったんでね、まあ、見てない方はぜひ一度ご覧いただきたいかなと思います。ということで、今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。